天国みたい。他の人もみんなここに来たがると思うわ。今外国人に人気の小鹿島をご存知でしょうか。この20年で外国人観光客がおよそ9倍に増加した島。And so in Ojika, our town tree is matsu, pine tree. Matsu pine tree. When okay. you cycle around, you will see a lot of pine trees. And then later on. 日本人も気づかない島の細部まで魅力を発信しているのは、なんと外国人ガイドさん。自然や食べ物だけじゃない。彼らが日本に求める特別な体験とは。外国人が外国人を呼ぶ離島、その秘密を追跡しました。長崎県五島列島の北部に位置する小鹿島。佐世保からフェリーで3時間。コンビニもない小さな島ですが、訪れる外国人が増えています。東京は忙しい街なのでリラックスして過ごしたいと思い、この島に行きました。夕日が綺麗だと聞いたから見に来たんです。火山により作られた赤い砂が特徴の赤浜海岸や、海をバックにした牛の放牧地など、島の魅力は手つかずの自然。でもこの島に外国人がやってくる理由はそれだけではないようです。8年前にオープンした島宿ご縁。ヒラマサやイサキなど取れたての海の幸を堪能できる宿泊施設です。オーナーの岩永太陽さんは、島に外国人観光客を呼び込むためにあることを行っています。今からうちで働いてくれるですね、海外からの子だったんで、その子をお迎えに行って、おじさん、ウェルカムトゥ小鹿。マイネームスカイオ。イギリスからやってきたモーリーさん、24歳。およそ1ヶ月間宿で働くためにやってきました。キラさん、ニューガール。実はこの宿では常に 3,4 人の外国人がワーキングホリデーを利用して働いているんです。もちろんビザの確認も太陽さん自ら行っています。彼女たちが働くのは朝と夕方の1日およそ5時間。日中の空いた時間は島巡りなど好きなことをして OK。 綺麗、とっても素敵。周りに島々があって緑で溢れてるわ。全てが生命力に満ちている感じね。この休息時間にこそ太陽さんの狙いがありました。やはり今 SNS での発信が一番お客さんを呼べるチャンスだと思ってるんで、そこだけは彼らにも頑張って、もう時間がある時にどんどんどんお時間のこと発信してねっても言ってますね。そう、島で働きながら島の魅力を英語で発信してもらうことで広告塔の役割を担ってもらっているんです。夕日を眺めたり穏やかな風景を眺めたり、魔法の海に浸かったり、私はここでたくさんのことを学んています。 I think it was just seeing pictures of SNS の写真を見て小鹿に来ることに決めたの。実際にここに立つと写真の10倍いいわ。外国人が魅力を発信し外国人を呼ぶ。この8年間でご縁で働いた外国人は延べ300人にも上ります。
この日、太陽さんに会いに来た人がいました。あマルコさん、ウェルカム、オジカアイランド、ゴエントゥー。 So, do you remember this area? Yes. So, when did you come to Ojika last time? So, I came six years ago. Yeah. フランスから来たマルゴさん。実は6年前、ここで働いていたんです。今回は彼氏を連れて、おじかに帰ってきたそうです。Why you come おじか again? Because I felt like it was such a peaceful island. とても穏やかな島だし、人も少ないし、美しい自然がたくさん残ってるし、日本でたくさんの場所に行ったけど、最後はここで終わらせたかったの。マルゴさんがどうしても来たかった場所が、この五稜滝。滝とは崖のことで、海水に浸食されてできた崖と美しい砂浜が人気のスポット。水は暖かいし、誰もいないし、パラダイスビーチだよ。彼らにとって誰もいない空間は、長旅の疲れを癒してくれる大切な休息地だといいます。この日、モーリーさんは自由時間を利用し、どうしても行きたかった場所へ出かけました。とても小さな教会ね。オジカ島の隣に位置する、現在は無人島の野崎島。5年前、世界文化遺産に登録されたのが、この旧野首教会です。江戸時代から続いていたキリスト教禁止の中、信仰を守ってきた潜伏キリシタン。野崎島に住んでいたわずか17世帯の人々が資金を捻出し、1908年にこの教会を建てたといいます。自分とは違う境遇の人々を学べる場所に来られて、彼らが経験した苦しみを理解できるなんて感動的ね。この教会を見るためにオジカを訪れる外国人観光客も少なくないといいます。オジカ島の観光協会、オジカアイランドツーリズム。ここにも島の魅力を発信する外国人がいます。リトアニア出身、ビクトリアさん。大好きな日本で英語を生かした仕事をしたいと、5年前この島に移住しました。昔ながらの日本がそのまま残っていますのが魅力と思います。みんなお互いの顔をしているし、ですごい助け合うやし、でなので今一人暮らししていますけれども、一人でも全然寂しくない。ビクトリアさんは外国人観光客のガイドも行っています。この日はフランスからやってきたアンナさんを案内します。ビクトリアさんが案内したのは乾物屋。アンナさんは日本の食べ物に興味があるようです。いろいろな食べ物を自分で見つけるのが好きなの。そう、食べるのが大好き。フーディー、フーディーってわかります？フーディー、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 食べ物何でも興味ある。日本は多分旅しながら何でも食べてみたいタイプ。次に寄ったスーパーでも、そんなアンナさんが体験したのは、島民と一緒に食事を作ること。頑張りましょう。握手握手。
島民の山本さんは観光協会の紹介でこの仕事を始めました。ライトソイソース、あー、うん、OK チェンジチェンジテイストテイストチェンジかこれちょっとでこう、 Yeah, it changes、 うん、言葉が通じなくても料理という共同作業をしていくうちに心が通じ合うといいます。楽しいですね。私海外とか全然行ったことないんですけど、なんとなく少したらなんかこう世の中広がったような、世界が広がったような感じ。アンナさんと一緒に作ったのは肉じゃがや鶏肉のスープ、焼き魚など4品。初めての肉じゃがのお味は？Yeah, it's good. 美味しい。美味しい、いただきました。ソイソース and sugar。外国人にとって島民と過ごすことも特別な体験のようです。マリコ。山本さんとも会えたし、地元の食材も食べられたし、なんて素敵な体験。こんなことができて嬉しいわ。午前6時半、フランスへ帰るアンナさんを見送りに、山本さんやヴィクトリアさんの姿が。Please, Mr. Ah, thank you. There, I miss this. Well, what is your favorite memory?Them. アンナさんにとってどんな場所よりも島民との出会いがかけがえのない思い出となったようです。That was a heart, okay? Not a circle, a heart. I love you. Come again. 島のおもてなしの心が外国人観光客を魅了しているのかもしれません。